今日も一日お疲れ様。今日も長い一日だったね。疲れていてもしっかりお風呂で体を温めて休むと疲れが抜けやすいよ。毎日頑張ってくれてありがとう。思いっきり自分に甘くして心も体も休めてね。今日のお話は馬の耳に念仏について。この言葉はその価値を理解できない人に話しても無駄であるという意味を持つよ。馬は人の言葉を理解できないので馬に念仏を唱えてもダメですが、人間でも言葉の意味が正しく理解できなければ同じことだよ。馬に人の言葉は理解できないので言葉ではない別の方法を考える必要があるという意味も含まれます。日本語を理解できない人に日本語で話し続けるのは無駄なので、ジェスチャー、身振り手振りで伝えるのがまだましだというような感じ。相手が真剣に何かを伝えようとしている時には真剣に理解をしようと努力する姿勢が人間らしさでもあるよ。今日の寝る前のお話はおしまい。ゆっくり休んでね。おやすみなさい。